元宇宙からなる魔界。この空間では時に予測不可能な出来事が起こる。それは歴史の流れをも変えてしまう奇跡。でも中には望まれない奇跡もあるみたい。彼の名は魔王ゼタ。宇宙最強の魔王と恐れられる魔王の中の魔王。どうやら彼の身にも望まれない奇跡が起ころうとしているみたい。しかも我のバカさ加減ゆえに我が消滅するだと。宇宙最強の魔王であるこのゼタに向かって何たる暴言。ふざけおって。何が全知全能の書だ。こんなものこうしてくれるわ。魂を全知全能の書へ正常にコンファインし損ない、存在が消滅するはずだった魔王ゼタはサロメによって何とか一命を取り留めたの。でも完全な治療にはとても長い年月がかかってしまったわ。そしてあれから約1000年が過ぎた頃かしら、ようやくゼタは目を覚ましたわ。その間に魔界の勢力図はすっかりと変わってしまったことも知らずにね。本の魔王と大魔王。なんてことだ。ありえぬ。全くありえぬ。ねえゼッタ、少し落ち着いたらどう？千年だぞ、千年。我が復活するまでに千年。これが落ち着いていられるか。それでもゼッタ、
消滅を免れただけでもマシだと思って。おいサロメ、どこに行く。どこにだなんて、ゼタったら私のことが気になるのかしら。そ、そういうわけか。そんなに困らないで、冗談よ。ただ少し休ませてほしいの。休むだと？どうした、どこか具合でも。それは。そうか、我を復活させるために魔力を使い果たして。気にしないで、愛しいゼタ。私は当然のことをしたまでよ。でも今は。分かった、それ魔力が回復するまでしっかりと休むよ。ありがとうゼタ。すまないサロメ、我はお前に面倒をかけてばかりだ。しかし千年か、随分と長い間眠っていたものだ。それだけ時が経っているのなら、この魔界も大きく変わっているかもしれん。よし、まずは情報収集だ。我が軍の戦力でも確認しに行くとしよう。